はい、ということで今日も終わりました。食事は朝ごはん食べてないんです。昨日、 結婚式に行ってて、僕朝5時帰りだったんですね。<laughs> なんかご飯も別に食べるのめんどくさいなぁぐらいの感じでちょっと食べてなかったんで、ちょっと夜に特盛りのね、すき家のそぼろ丼を食べてるんですけど、でもやっぱ行ってて楽しいですね。人の幸せの時間をみんなで祝うっていいですね。トレーニングもね、今日トレーニング取ろうと思ったんですけど、胸トレをやりました。で、怪我をしたって言ってたと思うんですけど、やっぱり胸のトレーニングをしてる途中に、あー違和感はあるわ。 っていう感覚がやっぱあったんでまだあんま無理して復活はできへんなと思ったんですけどまあ種目としてはあんまり重いのは使わないできる限り意識をしたトレーニングを 行いました、まあ久しぶりにあんだけ軽重量で行ったなーっていう風に思います明日背中か背中取れ明後日肩トれっていう形でもやってやりつつ3日やったら1日休み3日やったら1日休みでちゃんと回していこうかなっていう風に思ってます自分の体は自分でしか分からないのもあるんですけどまあやってきた経験,経験上無理したらダメな体っていうのも理解したんでちょっと程よくしっかりとやっていきたいと思います 背中のトレーニングやっていきましょう。一種目目にはね、やっぱりこの大円筋を狙う、この僕の大癖トレーニングをね、行っていきます。この種目を最初にやることによって、やっぱり背中の広がりっていうところを意識できてるなっていうふうには思います。 これを後半に持ってくれば持ってくるだけ効きが悪くなってしまうというね。前腕に入ったり二頭筋に入ったりあんまり背中に感覚が入らないようになってしまうので基本的にはもう一種目目にこの種目を持ってくるようにしていますい。このお尻を浮かせることによってね、自分の体重がかかることによってさらに強度がね、落ちるのかと思いきや上がってるんですよね。大円筋がちぎれそうな感覚はやっぱお尻を浮かせた方が鋭くなるので僕は浮かせています。 はい、ということで2種目目、僕の大好きな種目ですね。この種目、このマシーンはですね、もう本当にバックポーズの時にすごい近い感覚を感じながら、しっかりとでも、肩を上げてしまうと、僧帽筋に関与してしまう種目でもあるので、 よりコントロールが重要な種目にはなってきます。僕の座り方を見ていただくと骨盤すごい前傾して、で、しっかりとパッドに胸が当たった状態をキープしながら引くようにしています。後ろに状態を倒せばですね、もっと重いの引けるんかなと思うんですけど、それをするとハンドを使っていて背中の筋肉をあんま使わずに引けてしまうのでやらないです。で、ちょっとね、ラットプルダウン普通のノーマルのラットプルダウンもね、久しぶりにやろうかなというふうに思ったんで、 ノーマルのラットプルダウンも行いました。やっぱ久しぶりにやるとね、ノーマルのラットプル下手くそになってますね。でもやっぱり定期的にはやった方がいいなっていうふうには思うのと、狙う部位としては肩甲骨の火星を意識したまま行っているので、下背部、バックポーズを立った時にクリスマスツリーが作られる、そのクリスマスツリーあたりを狙ってちょっと僕はラットプルを行っています。 はい。ということで、僕の大好きなね、このマシンがあるからこのジムに通ってると言っても過言ではないんですけど、どうしてもベントオーバーローとかね、ティーバーローといった、その下から引くローイングのトレーニングってしたいんですけど、どうしてもフリーでやると踏ん張ってしまうんですよ。で、僕は病気の関係上今踏ん張ってしまうと失神が出てしまうという問題もありますので、できるだけ踏ん張らないようにするには、胸のパッドがある必要があるんですね。それで一時期アウンズジムにも通ってたんですけど、 まさかのここにもあったんですよ。このローイングのマシンが。まあ、結果的にですね、こちらに移転して、今はパワーハウスでトレーニングをしているっていうような感じになります。いや、これがいいんです。4月19日まで、B レジェンドビッグセール開催中定番12種と限定3種がまとめ買いで最大2000円オフで、 今日はねですね、トレーニング背中やったんですけど、よっしゃトレーニング怪我なくできるぞと思ったら次ね、今日僕寝、ね、違えたみたいで。 首でと思いながらトレーニングをしてました。特にね、背中をやるってなった時にやっぱ、ラットプルの時一番来ましたね、首の違和感。いつになったら完璧な状態でトレーニングできるのかっていうところなんですけど、まあ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 、そんなことはさておき、まあ今日も食事自体は、まあ、しっかりとれたんじゃないかなと思います。おそらくカロリーは足りてないんじゃないかなと思うんですけど、今年はなんかすごいですね、気持ちに余裕がありすぎるというか、ちょこちょこね、焼肉とか行ったりとかそういったのもあるんで、ストレスを発散できてるのか、すごいメンタルの調子は最高にいいですね。減量始めて 3ヶ月目に突入したとはは思えないいぐらい気持ちは楽ですまあ、このまま徐々に徐々に落としていけたらなというふうに思うんですけどもやっぱお腹周り以外は意外と仕上がりに近づいてってるなっていうふうに思うんで、まあ、このままいい調子で絞れていけたらなというふうには思っていますまあ今日はトレーニングオフで明日筋トレいくんでちょっとねオフを今までなくそうぜって感じでやってたんですけどやっぱ定期的にオフ入れようかなっていうふうに思ったんで今日はトレーニングオフになってます はい、食事としてはですね、今日はもう。 安定した食事なんですけど、トレーニングいかへんからっていうので、プロテイン飲むの忘れてて、カロリーちょっと低くなるかなとは思ったんですけど、夜ご飯に普段使わない調味料のカレーを使ったんで、カロリーとしてはいつもとあんま変わらんかなっていうふうには思います。トレーニングの調子もめちゃめちゃいいですし、トレーニングしてる時のやっぱ絞れてる感覚とかも、あ、絞れてきてるわっていうのはわかるんで、まあこのまま引き続きやっていけたらなっていうふうに思います。まあどっかのタイミングで炭水化物をさつまいもに切り替えたいなとは思っているっていうのと、またどっかのタイミングでカーボサイクルもやっていこうかなっていうふうには思ってるんで、 でちょっと様子を見ながら今後も調整をしていきたいと思いますまず1種目目ですね腹筋ちょっと他のマシンは全部埋まっておりましてですね ちょっとじゃあ腹筋からやりましょうということでですね。腹筋から行っています。まあトレーニングをする際ですね、最初に腹筋を持ってくるっていうのはすごいメリットになることで、体幹をしっかりと使うことによって、他のトレーニングの時にも無意識に体幹を締めやすくなるっていうのもあるので、できればね、毎回トレーニングの最後に腹筋をするのではなく、トレーニングを始める前に腹筋をしてからやりたいなっていうふうには思うんですけども、いつもなぜか気づいたら腹筋を飛ばしてトレーニングが始まっているのでやっていないです。今日はたまたまね、マシンが埋まっているおかげで、 からら行うこととができました腹筋はねねやらないと、ね、成長しないのでちゃんと腹筋をやっていきたいと思います。<music> ということで肩のトレーニングをやっていきましょう。今ねぶつけたんです。ハンドルに痛かった痛かった本当に痛かったでね今から今ちょっとやっているのはですねリアミドルを狙ったショルダープレスのマシンです,すごい映像の中にモザイクが多いことを許してください。 ということでですね、これリアミドルのプレスですね。ショルダープレスのマシンってあれ胸張ってやるんじゃねっていう風に思う可能性もあるんですけども、僕はショルダープレスでフロントの筋肉を狙うのではなく、リアミドルというね、肩の三角筋の中部と後部の間あたりを狙ってプレスをしておりますので、こういったフォームになってます。もうこれがね、バチ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 効くんです。 だからね、肘伸びに切らないんですよ、これ。で、逆にね、肘伸びきると、これ、僧帽筋が収縮したりなど、三角筋から抜けてしまうということもあって、肘伸びきらないところで、いつもずっとストップしてるんですけど、これがまたきつい。めちゃくちゃきつい。でも、めちゃくちゃパンプするんですよ、これ。2>, 2ヶ月半近く経った、僕の体です。徐々に閉まってきたんちゃうかなというふうに。 思いはしているもののお腹周りがまだ思ったよう落ちてないなぁとは思いますここからしっかりとまあでもここまで来てたらおそらく4月ぐらいに腹筋は割れてくるんちゃうかなとは思ってますさあここからどうなっていくかまた楽しみにしていてくださいトレーニング肩トレーよかったねなんか徐々に徐々にあの背中を広げたままするサイドレイズっていうのができるようになってきてるんでよかったなと思いますま取ったトレーニングって2つしか取ってないんですけどその後にサイドレイズ アップライトローを、リアミドルを狙ったフェイスプルー、そしてリアミドルのワンハンドサイドレイズをやりました。まあ、めちゃくちゃパンプしてよかったですね。まあ、食事自体も最後はですね、すき家のそぼろ丼の波盛りを食べて終わりました。まあ、カロリーとしては結構しっかりと取れたんじゃないかなと思います。もっと取ってもいいかもしれないですけどね。とりあえず体自体はですね、体重測ってみたんですよ。減ってない 減ってないんですけど、お腹周り以外はちょっとしまってきた感覚はあるんで、まあこのまま引き続き食事もあんま減らさずにいこうかなっていうふうには思ってます。ちょっと運動量も増やせたらいいなと思って、愛犬の散歩を始めました。もう愛犬の散歩なんで僕は有酸素に含んでないですけどね。<laughs> ということで、まあこんな感じでやっていきたいと思います。はい、ということで本日は胸トレですね。ペクトラルのマシンで胸を収縮させていきます。ストレッチをね、意識することもできるんですけど、 どうしてもペクトラルのマシンでストレッチを意識してしまうと僕はあの胸の関与が抜けてしまって腕の方に流れてしまうっていうことが多いので最近はペクトラルは収縮の種目として行っております収縮の種目としてはですねやはりすごく素晴らしいマシンになっているので普通のプレスよりもですねしっかりと内側に効かせることができるので僕は結構最近は 意識してやるんですけども、やっぱこれ、日によって変わってくるんです。もうめっちゃ効く人、全然今日入らへんっていう人ね、分かれるんですけど、この種目はですね、ぜひともあの、胸を分厚くしたいとかね、大胸筋の形を綺麗にしたいっていうイメージのある方、特にね、プレスばっかしていると内側がおろそかになって、外側だけが大きくなる可能性もあったりするので、そういった人にはおすすめです。内側も鍛えましょう。 インクラインのベンチを復活していきたいなっていうふうに思いまして、インクラインのベンチを復活していきました。ちょっとね、角度を間違えたのもありましてですね、思った以上に押せないと。僕はあの、このベインクラインベンチなんかおかしいなと思ってたら、この角度ですね、上げすぎると肩が痛いんですよ。で、もう一個下げるとすごくちょうどいいんで、今回のこのインクラインベンチの角度っていうのは間違えてます。 60キロなのにですね、肩が痛いこともありましてですね、ゆっくりゆっくりとりかく押してるんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。やっぱ怪我すると良くないね。ちゃんと休んで疲労を回復させるっていうこともね、トレーニングの一環なんで、ぜひ皆さんもオーバーワークには気をつけてください。 ということでですね、僕の大好きなフライのマシンで、ちょっと痛いは痛いんですけど、やっていきたいと思います。やっぱり、一つマシンであることによって、固定されてるんで、ちょっと違和感のある動きを封印すれば、できるんですね。だからちょっと無理のない範囲でやろうかなっていうふうに思って、今行っているんですけど、やっぱり入りが悪いですね。怪我をしてしまった直後はやっぱり入りが悪い。でもだいぶね、調子としては戻ってきてるので、ここからさらにね、違和感のない体っていうのをね、 週5に減らせば、オーバーワークで僕が関節を痛めるっていうところとか、筋肉を痛めるっていう症状がなくなるんじゃないかなっていうふうには思っているので、しっかりとあの怪我のない状態で、あの追い込んでいけたらなっていうふうに思っています。めちゃくちゃいい感じにね、減量はできてきてるのかなっていうふうにも思うんですけども、お腹の絞りっていうところが全然良くない状態ではあるんですけど、上部とかね。 このやっぱパーツの部分、アウトラインを鍛えるという面ではですね、一つ一つの部位っていうのはすごくトレーニングとしても重要になってきますので、この種目っていうのは僕の中でも欠かせない種目ですね。一番僕の弱みを鍛えれる種目がこのマシンになりますので、このマシンちょっとね、しっかりと自分の中でね、安定させたいなというふうに思っています。次、チューブのプッシュ。 していこうということで、ワイドチェストプレスを行っているんですけど、ワイドチェストプレスはですね、結構ストレッチも効くんですけど、収縮にかけるというか、もう一個、うちに動いてくれって思うんで、苦手なマシーンではあります。このマシーン結構得意っていう人も少ないんじゃないですかね。なんか、いいけど三頭筋の方が入りやすいとか、胸に入ってる感覚ちょっと薄いっていう人がね、多いマシーンなのかなっていうふうには思います。 僕自身もやっぱ終盤にやるとやっぱすごい三頭筋に関与してるなっていうふうにも思うんですけども僕のお世話になってるいぶきちから選手はですね大小動作はご褒美というふうに言っていたのでちょっと僕は大小動作をご褒美やと思って最近は取り組んでいますお昼ご飯にヤンニョムチキン風でもも肉と玉ねぎとほうれん草とキノコを炒めたんですようまい これは革命ですね。新しいメニューが加わりました、僕の中に。減量中でも食を楽しむっていうのは重要かなっていうふうに思います。僕がメンタル安定してんのはこうやってご飯の味付けを楽しんでるからかなっていうのもあるんで、ぜひそこをね、ずっと同じ味じゃなくて味変っていうのもね、こんだけがっつりしてもらっても全然いいと思うんで、ぜひ参考にしてもらえたらなっていうふうに思います。2ヶ月半ぐらい経った今なんですけど、メンタルはすっごい良きです。ただ、 もうちょい落ちてよかったかなとは思いますね。ただ、トレーニングの調子とかは全然いいのと、怪我してたんですけど、右の言ってたね、筋の部分痛めたって言ってたと思うんですけど、おそらく次のトレーニングは完全復活した胸トレできるんじゃないかなっていう感覚だったんで、もうこれ以上怪我しないことを願ってやっていきたいというふうに思います。食事自体もね、今日もしっかりと2300から2400キロカロリーぐらい表示で,できてるんで、調味料を入れると2500ぐらいいってんじゃないかなと思います、最近ね。 カロリーを取れなくなってきてますね27なんですけどねもう僕の胃がもうおじいちゃんになってきましたねでも明日はですねちょっと夜ご飯はですね外食することになってるんであんまり食事とかはねおそらく明日は朝起きれへんから一発目の食事がおそらく鶏肉とご飯になるんじゃないかなと思いますでトレーニング行って ま,あまた好きやかどっかで食べてから帰って支度して夜出かけるかなっていう感じですね明日違う食事をしたら次は30日のチートデイまでおそらく何も外食することはないと思います本日の食事はこんな感じです だいぶ安定してきます。特にね、お昼ご飯ちょっと動画も撮ったんですけど、あの、ヤンニョムチキン風のど、どんぶりは普通に美味しかったですね。でもあれ調味料にケチャップとね、あの、コチュジャンとかを使ってるんで、結構糖質がね、こう調理味料にも糖質が含まれてます。で、ごま油も少し使ってるんで、脂質もちょっと多くなってるんじゃないかなっていうふうには思います。本日ゴードレが終わって帰ってきました。で、今日はですね、朝起きるの遅かったんで、朝ごはん食べてません。ということで、夜はですね、外食になるので、そこでカロリー取るかなと思って朝ごはんまあ、あ取らんでもいいやぐらいの感覚でいました。 チートデっていう感じでもないんで、カロリーオーバーはしきらないようなイメージで外食はしていきたいと思います。声が死んでおりますね。はーい。癖の変わり目、そして急に寒暖差が変わり、喉がやられましたね。どこ聞いてんね言えないです。どこ聞い <laughs> どこ聞いてんね <laughs> どこ聞いてんねんが言えないです。はい。ということで、昨日の食事なんですけども、全然食べてないね。 朝起きれなくて筋トレ行けなくて昼ご飯食べて予定行ってそのまま次の予定に移動してカフェでコーヒーを飲んでで夜ご飯普通にいつも通りちゃんと家で作ろうと思ってたんですけど急遽食べに行くことになり海鮮居酒屋でウーロン茶を飲みながらカッパ巻き4個ぐらいの上に海鮮がやたらと散りばめられてる タンパク質を取るためだけに頼んだメニューと、めんつゆをかけたかけそばみたいなものと、具沢山鉄火巻きみたいな、もう鉄火巻き、鉄火がめっちゃ入ってる鉄火巻き2個。昨日のカロリーはめっちゃ低いです。しかも何歩歩いたら1万歩以上歩いてるんで、筋トレはできなかったんですけど、めっちゃ歩きました。で、今日もちょっと予定的に筋トレができないんで、ちょっと2日連続筋トレをオフっていう形になっちゃうんですけど、まあ明日からしっかりと、 さらにスイッチを入れてやっていきたいなというふうに思います。昨日はカロリーめっちゃ低かったです。